であんなバカ殿護衛しなきゃならねえんだ。そもそもあんな影武者偽物なのバレバレだろ。そちたちはバカなのかい。要はお忍びで京に向かっているのじゃぞ。だったら多少の変装は当たり前じゃろうに。変装どころか全く別の将軍出てきたけど。敵を騙すのであればそなたらも一芝居打たねば。将軍に対してそんなに図の高い家臣がいるか。おい、一体何人将軍入ってんだこのカゴ。